次に石村純子議員の質問を許可します。石村議員。一般質問の機会を与えていただきありがとうございます。私は議員になって4期16年目を迎えています。この間本当に市民の暮らしや福祉を守り、安全安心な枚方のまちづくりを目指して議会で質問をし、市民の声を届けてまいりました。本日もそうした立場でしっかりと質問させていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。まず生活保護についてです。高校生のアルバイトについてお聞きをいたします。4月7日の参議院決算委員会で我が党の辰巳幸太郎議員の質問で枚方市の実態が報告されました。2011年の不正受給の184件のうち、収入無申告、過少申告が103件あり、そのうち高校生のアルバイト申告が4分の1に当たる27件あったということでした。高校生自身がアルバイトをしていることを親に黙っており、アルバイトの収入が保護費の収入認定に組み込まれることを親が知らなかった例も多く見受けられますが、高校生のアルバイト収入について市はどのように対応しているのかお聞きをいたします。次に医療介護制度の改悪と市民の暮らしについてです。国民の安心の仕組みを根本から揺るがす医療介護総合法が一昨日、自民公明両党などの賛成多数で参議院で可決成立いたしました。これまでにない大改悪が盛り込まれました。例えば年金収入280万円以上の高齢者サービス利用負担を1割から2割に引き上げます。介護を必要とする高齢者の生活に打撃を与え、利用抑制を起こしかねません。しかも2割負担に耐えられるとした政府の説明資料も我が党の小池議員の質問ででたらめであることが分かりました。また要支援1・2の方が使う訪問通所サービスを介護保険制度から外し、市町村の地域支援事業に移管します。これまでのサービスが本当に行われるのか、サービスの低下が心配です。特別養護老人ホームの入所基準も要介護3以上に原則化し、多数の高齢者の行き場がなくなり、介護難民、介護漂流社会が生まれ、高齢者の症状悪化が懸念されます。枚方市の高齢者にも大きな影響を与えるものです。今年度は枚方高齢者保健福祉計画21第6期の策定年度であり、日常生活圏域のニーズ調査を3回にわたって実施するとお聞きをしています。制度の改正時に充てるわけですから、サービス利用者へのさまざまな影響を把握するために、ぜひ高齢者の実態調査をきめ細かく行っていただきたいと思います。枚方市はどのような調査を実施される予定なのかお聞きをいたします。次に環境アセスについてです。今回厚生委員協議会で環境影響評価条例の見直しをされるとお聞きをいたしました。その中で主な見直し内容として、法や大阪府の条例と整合を図るとされていますが、それらの制度と本市制度との違いは具体的にはどのようなことでしょうか。また近隣市などの状況についても併せてお聞きをいたします。次に原発と自然エネルギーの活用についてです。本市では再生可能エネルギーの普及拡大に向け、大型太陽光発電設備枚方ソラパをはじめ、
公共施設への太陽光発電設備の率先的な導入が行われています。また市民向けの支援としては、住宅用太陽光発電設備の設置にかかる補助を実施されていますが、本年度末で終了されるとお聞きをしております。一般家庭における太陽光発電設備の普及拡大は、省エネルギー、 CO2 やエネルギーの地産地消にもつながることから、非常時に有効であると考えています。こうしたことから、今後も引き続き住宅用太陽光発電設備の設置にかかる補助を継続すべきではないでしょうか。見解を伺います。最後に浸水対策についてです。近年局地的豪雨が頻繁に発生し、昨年の台風18号でも市内各地で多くの浸水被害が発生しております。本市においても浸水被害軽減のため雨水管の整備を進めていただいていますが、雨水管の水路の整備を進めても、その雨水管等の清掃による適正な維持管理を行っていただかなければ、土砂の堆積による機能低下で浸水の恐れがあると考えます。昔は地域の住民が清掃活動をされておられましたが、高齢化が進む今日では、このような活動も難しくなってきました。また個人管理の雨水管が未だ多くある中で、地元住民だけでは到底清掃を賄うことはできません。本市としてはどのような対応を考えておられるのか伺います。これで1回目の質問を終わります。山口副事部長。1、生活保護についてお答えいたします。高校生のアルバイト収入であっても世帯の収入として認定することや、申告が必要なことを保護開始時に生活保護のしおりを用いて説明するとともに、保護世帯の方に年4回送付するお知らせや、生活保護ハンドブックなどで説明を行っております。またケースワーカーの訪問時に収入等の申告義務について正しく理解されておられるかの確認も随時行っております。次に2、医療介護制度の解約と市民の暮らしについてお答えいたします。日常生活検疫ニーズ調査の具体的な調査方法といたしましては、まず1回目のニーズ調査として、厚生労働省作成によるアンケートを市内の65歳以上の高齢者1300人を対象に実施しております。続きまして、市独自調査の実施を予定しており、2回目といたしまして、要介護認定を受けておられない高齢者、また3回目は要介護認定を受けておられる高齢者を対象に、それぞれ1300人の方を抽出して、ニーズ調査を行う予定でございます。なお、2回目および3回目の調査内容につきましては、今後、社会福祉審議会の高齢者福祉専門分科会でご審議いただきますが、高齢者の生活実態が把握できるよう、健康状態や介護サービスの利用における満足度などについてお伺いする予定をしております。上竹環境保全部長。まず環境アセスメントについてお答えをいたします。本市の環境影響評価条例は、大規模な開発事業による著しい環境影響を未然に防止するための手続きとして、平成4年に国府に先駆けて導入し、その後国の法制化、大阪府の条例化が行われております。本市制度につきましては、国や府の制度にある事後調査や図書のインターネット縦覧を義務付けておりませんが、府の制度より小規模な事業を対象としているにもかかわらず、より多くの手続きを設けております。このため今回の見直しでは、事業者の説明責任を明確にするため、新たに事後調査の義務付け等を行うとともに、制度の目的や意義を継承しつつ、府制度との整合と手続きの迅速化を図るものでございます。また環境影響評価の手続きを定めた条例を制定している都市は、
政令指定都市以外では稀となっており、府内におきましては大阪市と堺市以外の4市が条例を制定しております。このうち近隣市の高槻市では手続きの迅速化と希望要件の規定方法について府条例との整合を図るためすでに制度見直しが行われております。次に原発とエネルギーの失礼しました次に原発と自然エネルギーの活用についてお答えをいたします。住宅用太陽光発電設備の設置にかかる補助につきましては平成26年度末までに住宅用太陽光発電により1000キロワットのメガソーラー10基分に相当10基分を発電するコラボメガソーラーの実現を目指し実施している事業でありすでにその目標を達成しております。また国における補助につきましても平成25年度末で終了しております。こうしたことから本事業につきましては当初の予定通り今年度で終了することとしておりますが効果等を検証し再生可能のエネルギーや家庭用の蓄電池の導入促進など新たな取り組みを検討してまいります。片岡下水道部長。はい。浸水対策についてお答えします。規模の大きな主要な水路雨水管等につきましては業務委託により定期的に土砂等の清掃を行っております。またその他の雨水管等につきましても直営や小規模委託で清掃を行い流水機能の確保に努めているところです。なお個人管理の雨水管等の清掃につきましては所有者自らで行っていただくのは原則ですが地域の自治会等からの要望により現地調査を行い緊急性の有無など判断の上直営による清掃や委託等による清掃を行っております。今後もこのような維持管理を行い浸水被害の軽減に努めてまいります。石村議員。それぞれお答えありがとうございます。2回目の質問と要望いたします。まず生活保護についてです。今年の4月から国は生活保護世帯の高校生が自動車運転免許の就労に資する技能を習得する経費や資格を取得することが可能な大学に就学するための入学金などの経費には収入認定から除外するという方向性を示しました。認定除外についていつどのように具体的にケースワーカーに示されたのかまた対象となる世帯へどのように知らされたのかお聞きをいたします。山口部長。本年4月から高校生の収入認定除外の取り扱いが改正されたため全ケースワーカーに対して研修を行うとともに対象となる292世帯に対して5月29日に保護費の決定通知書を発送する際にお知らせ文を同封しております。またケースワーカーが訪問等により個別に制度と手続きの説明を行っております。石村議員。5月に文書が送られたということです。4月にはすでに収入認定され保護費を差し引かれているわけですから4月に遡って返還すべきではありませんか。またお知らせ文書を拝見させていただきましたが例えば高校生がアルバイトをしてそのお金を積み立てて独立するための転居費用として使う場合は認定除外の対象となりますか。お答えください。山口部長。はい。収入認定の除外となる高校生のアルバイト収入につきましては制度の趣旨に基づき適正に対応してまいります。また収入認定除外の対象となりますのは高校卒業後の就労・就学に必要な転居費用のほか自動車運転免許証等の習得経費奨学金の償還金などでございます。石村議員。はい。制度は4月1日からの実施になっていますから4月に遡って返還されるということだと認識をいたします。国との調整手続きもありますけれども高校生のいる全世帯に丁寧に説明をしてください。また独立して転居費用に使う場合も認められるということでした。しかし高校生にそのことを尋ねられたケースワーカーは認定除外に当たらないと言ったということです。本当にケースワーカーの研修がしっかり行われたとは言えません。
こうした行き違いのないようにしていただきたいと思います。次に就労支援についてお聞きします。昨年の就労促進を強化する中で、例えば病気があり、引きこもりの子どもを抱え、精神的に不安定な方に対し、ハローワークに一緒に行って、もうここで仕事を見つけないと保護は打ち切られるよ、そういった指導が行われたということをお聞きしました。本人の就労意思確認が前提となるべきではありませんか。こうした指導はケースワーカーの判断によるものなのかお聞きします。山口部長。はい。就労指導に際しましては、個々の非保護者の状況を確認し、稼働能力に応じた指導を行っているところであり、病気等の方に対して仕事が見つからないことをもって、ケースワーカーがすぐに保護を廃止することはございません。しかし、稼働能力が十分に活用されていないと認められる場合には、ケースワーカーの判断ではなく、ケース診断会議等に諮り、組織として指導指示の理由、内容、時期等を検討し、個別に具体的な方針を決定しております。石村議員。ケースワーカーの就労指導については、しっかり個人個人の実態に即した対応がなされなければなりません。すぐに保護は廃止するということはないと言いますが、保護を打ち切るという言葉を就職させるために使うのは絶対に認められません。仕事が安心してできるかどうかも、ケースワーカーとの信頼関係によるものです。行き過ぎた就労指導がないようよろしくお願いします。さて、就労活動の取り組みの中で指示書を出すことがあると聞いています。どのような場合に出されるのか、現在指示書を出したケースは何件あるのかお伺いします。山口部長。平成25年度中では、就労増収指導に関する指示は9件ございました。そのうち保護の停止が3件、廃止が3件でございます。就労指導におきましては、個々のこれまでの生活歴、年齢、資格、職歴等を総合的に勘案し、稼働能力や稼働能力を活用する就労の場などについても組織的に検討し、それでも稼働能力が十分に活用されていないと判断した場合には、転職を含む増収指導等の行動指導を行っております。また、口頭指導を行っても、なお指示に従えない場合には、文書指示を行う場合がございます。石村議員。休憩中保護の停廃止は6件ということですから、これは非常に厳しい数字だなと感じます。停廃止された世帯がその後本当に最低生活が維持できると判断されたのでしょうか。指示書にある27条1項は指導指示の権限を与えていますが、第2項にはこの指導はあくまで非保護者の自由を尊重し必要最小限度に止まるものでなければならないと明記されています。京都市ではこの指示の内容が非保護者にとって客観的に実現が可能、または著しく困難である場合には、当該指示書は違法であると裁判でも示されています。指示書により保護を打ち切られ、2年間本当に苦労した枚方市の佐藤さんの裁判でも明らかになりました。指示書により、本当にビクビクしながら暮らす非保護者の方もおられます。指導指示書については慎重に行うよう強く要望いたします。最後にケースワーカーの増員についてです。国の80人をはるかに超え100人を超える人数を1人のケースワーカーで見るのは限界があります。年々変わる法律、生活実態も大きく変わり、高齢化が進む中で非保護者は増える一方です。この間何度も取り上げてきましたが、ケースワーカー増員について具体的にどのように進められたのかお聞きします。山口部長。平成26年4月現在のケースワーカーの配置は52人で、ケースワーカー1人当たりの保護世帯数は105世帯となっております。ケースワーカー業務は専門性が高く、育成までに相当な時間を要するため、今後も引き続き必要な人員を確保するとともに、人材育成にも力を入れながら、適正な保護の実施に努めてまいります。石村議員。ケースワーカーと非保護者との信頼関係を作るためにも、ケースワーカー自身が病気にならないためにも、早急に増員をお願いします。次に、医療・介護制度の改悪と市民の暮らしについてです。3回目で介護利用者にアンケートを行うということですが、しっかりと事態を把握するためにも、きめ細かいニーズ調査を行い、計画に反映してください。
さて、法では地域包括ケアシステムの構築が掲げられ、いくつかの市町村でモデル事業が行われています。高齢者の混乱を招いているということも聞いています。市町村に丸投げするやり方はやめるべきです。しかし、新しい地域支援事業の介護予防や日常生活支援事業などにおいて、高齢者サポートセンターの役割はますます重要になってきます。現在、枚方市では市内13県域において、高齢者サポートセンターが設置されていますが、お住まいの地域によっては、高齢者サポートセンターまで遠い場合もあります。今後、高齢者サポートセンターを増設される考えはありますか、お聞きいたします。山口部長。はい。議員ご指摘のとおり、枚方市では日常生活圏域を市内13県域に設定し、各県域に1箇所、高齢者サポートセンターを配置し、相談業務を行っておりますが、加えて地域密着型サービス事業所の施設整備も日常生活圏域ごとに進めており、引き続き高齢者サポートセンターの役割を果たしながら、現在13ある日常生活圏域の中での取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。なお、今回の法改正により、高齢者サポートセンターの担う役割はより一層重要なものとなることが予想されることから、国の動向を注視し、今後の対応を検討いたします。西村議員。地域医療介護推進法ではさらに認知症対策というのも示されています。認知症の方を在宅で介護される家族の負担は大変大きく、徘徊して行方不明になっている高齢者は全国で1万人もいるということです。グループホームなど認知症高齢者が グループホームなど認知症高齢者が介護を受けながら共同生活する住宅に入居できればいいですけれども、経済的理由によって入居できない高齢者もおられます。近隣の方の善意の見守りでも限界があります。今後、認知症施策をどのように取り組むのかお聞きします。山口部長。はい。認知症施策につきましては、高齢者サポートセンターを中心に相談業務をはじめ、見守りや情報提供など高齢者の個々の状況に応じたさまざまな対応取り組みを行っております。高齢者の方の生活施設はグループホーム以外にも、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームなど、その方の状況に応じたさまざまな施設がございます。近年はサービス付き高齢者向け住宅が制度化されるなど、多様化が進んでいることもあり、今後も高齢者サポートセンターを中心としたきめ細かい相談対応を通じて対応していきたいと考えております。石村議員。サービス付き高齢者住宅に低所得者は入れません。低所得者でも安心して入れる特別養護老人ホーム等の増設が重要です。法改正による地域支援事業の見直しは市町村に大きな負担を強いるものです。すべて財源確保や基盤整備は国にしっかりやってもらわなくてはなりません。また高齢者人口の増加に伴い、介護の必要な高齢者が増えていけば、介護を担う人材も十分に確保していく必要があります。新たに介護を担う人を増やしていくとともに、介護従事者が離職しないで安心して働き続けられるという労働環境も重要です。市として介護報酬改定を通じた処遇改善の取り組みを確実に行われるよう国に要望していただくとともに、介護従事者のための市の独自施策も必要になってくるのではないかと考えます。市の見解を聞きます。山口部長。はい。高齢者が安心してサービスを利用していただくためには、そのサービス提供を担う介護職員が離職せず安心して働き続けられるよう必要な労働環境を整えることは大変重要なことと認識しております。市といたしましては、大阪府市長会等関係機関を通じて介護人材の確保に向けた総合的な対策とともに、地域支援事業の財政規模の拡充、要支援者のサービス内容の低下を生じさせないための必要な措置、情報提供などを国に働きかけてまいります。志村議員。ぜひしっかりと国に物を言っていただき、高齢者のサービスが後退しないようにお願いをいたします。次に環境アセスについてです。制度の目的や意義を継承し、府の制度と整合性を図るということです。私は何度も大型開発の問題を取り上げてきました。その時ネックになったのが規模要件です。環境影響評価条例において、
開発行為については3ヘクタール以上を対象とされています。これまで市内の開発計画で3ヘクタール以上の事業計画を分割して開発が行われ、緑の保全や良好な町づくりができないといった事例もありました。今回の環境影響評価条例の見直しにあたっては、この3ヘクタール以上の規定を厳しくすることも必要でないかと考えます。この点について見解を聞きます。上竹部長。手続きの対象となります事業の規模要件等につきましては、夫婦制度との重複を解消し、規定方法を夫婦制度と整合の取れたものとするなど適正化を図るものでございます。特に開発行為等の面的な事業について、現在の市街化区域ではすでに多くの土地利用が図られている状況であること、また農地が残る市街化調整区域では計画的な整備が必要となっていることを勘案しつつ、想定される環境への影響の度合いにより対象事業を区分するなど、メリハリをつけた制度や適切な規模要件への見直しを検討してまいりたいと考えております。具体的な内容につきましては、今後本市の環境影響審評失礼しました、本市の環境影響評価審査会に諮問し審議していただく予定としております。石村議員。時間がないので焦ってすみません。十分な検討を行っていただくようお願いしておきます。次に、原発と自然エネルギーの活用についてです。住宅向け太陽光発電の導入については、本市ではこれまで積極的に導入支援をされています。住宅向けの太陽光発電の設備の導入はエネルギーの地域地産にもつながり、市民のニーズも高いことから、今後も引き続き補助を継続していただきたいと思います。次に、関西電力大井原発発電所第3、4号機の運転差し止めを求めた訴訟の判決が福井地裁であり、地震対策の不備を認識し運転差し止めが命じられました。判決では、原発事故で250キロ圏内の人格権が損なわれるという指摘もあり、本市はこの圏内に位置しております。市長は大井原発の視察にも行かれたようですが、以前に私の質問で原発は必要との趣旨のご答弁をされています。この判決を受け、改めて原子力発電所の再稼働について市長の見解をお聞きいたします。竹内市長。大井原子力発電所第3、第4号機の運転差し止め訴訟におきまして、差し止めを命じる地裁判決が出されたことは承知しているところでございます。再稼働については、原子力規制委員会が安全性を確認し、国の責任において判断されるものと考えております。また、原子力に過度に依存しない社会を構築することは重要であり、引き続きライフスタイルの見直しや、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取り組みを進めてまいります。石村議員。福島の事故は他人事ではありません。答弁は納得できません。地裁の判決を受けて、市長として内容は知ってるけれども、再稼働については国の責任で判断するものだと言われました。枚方は大井原発から80キロ圏内です。再答弁は求めませんが、市民の安全を守る市長として非常に無責任だと言わざるを得ません。国が必要といえば必要だということですか。もし琵琶湖が汚染されれば、近畿圏1700万人の飲料水にも影響いたします。枚方市民にとっては命に関わる問題です。ぜひこの判決の内容をしっかりと受け止め対応していただきたいと申し上げておきます。最後の浸水対策についてです。市として定期的に清掃を行い、個人管理の汚水管においても条例によって清掃をしていただくということご答弁でした。でも大雨はいつ発生するか分かりません。地元の要望があってから動くのでは遅いのです。今後は市において積極的に巡回を行い、土砂の堆積の有無を調査して、少しでも迅速に対応できるよう体制作りができないのかお伺いをいたします。片岡部長。はい。主要な幹線水路や環境については雨季の前に巡回し、定期的に清掃等を行っており、
個人管理の移管等については地域からの要望に応じて対応してまいります。石村議員。定期的に清掃を行っているということです。要望において、応じるということでした。浸水被害は私官も公の官も同じです。私官であっても必要が清掃が必要と判断した場合、ぜひ地元と積極的に話をして進めてください。またこうしたことに対応する職員が大変不足しています。浸水対策チームの職員もっと増やして対応していただくことを強く要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて石村純子議員の質問を終結